します。お願いします。あ、ちょっと待ってください。あ、ついてます。これで多分大丈夫です。そうなんですよね。ちょっとミラーも下げます。あ、はい。お願いします。はい。結構さっきとは見られますか。この車では初めてです、ね、初めてですか。前の車では日光と2000と走ってた、はい、走ってたんですね、はい、ここでなんか難しいとことかありますか。最終コーナーへのアプローチですかね。やはり、はい、最終は難しいですもんね。そうですね。難しいんですよね。なんか最終と結構似てるじゃないですか。内側に行っちゃうんですよね、はい、なんでやっぱちっちゃく曲がると立ち上がりもきつくなりますし、はい、であんまりやっぱ外側まで膨らんでいくと今度こっちに戻ってこれないんですよね。なのでうまくやっぱブレーキでスピードをコントロールしながら走っていただくのがやっぱベストだと思うんで、はい、一周だけちょっとペース上げれれば、はい、追いつかなければいきます。
はい、車で何が一番気になりますか？なんかこう動きとか、なんかこうどういう動きをするとか、曲がんないとか。いや、アンダーが出ちゃうのと、はい、ロールが気になる。気になる。うん、やっぱりアンダーステアが結構やっぱ強いので、アクセル踏みたいけど踏めないじゃないですか。そうですね、外行っちゃうから。だから多分、まあ、ライン取りとかもどっちかというとなんですけど、こう丸く書くんじゃなくて、やっぱこう V 字っぽく走った方がこういう四駆の車って速いんですよ。なのでこう曲がり込むコーナーもちっちゃく行きたいんだけど、でも一回外まで膨らんでグーンとこうまっすぐ立ち上がれるような、最終コーナーとかも結構僕も外まで行ってたと思うんですけど、そうですね、あれぐらい使って、多分そこのスピードは少し遅いんですけど、そっからの加速でアクセル踏んでこれれば軽くタイム稼げると思うんで、なるほど、多分そういうライン取りの方が、はい、多分間違いなくこういう車は速いと思います、うん、多分。わかりました、はい、ちょっとまあライン取りとか試してみて、はい、やっぱアクセル踏みやすい状況を作るっていうのが一番です。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。